らしさを無理なく発揮するというのを重視する、そんな風に予測をされています。古い枠組みからの違和感っていうのがありますので、韓国の方たちは肌自体が綺麗なのでツヤツヤになる下地クリームをね3種類ぐらいつけるんですよ。日本のメンズが試してみたい美容はもうね簡単にできるものがいいのっていう結論になってくる。お洋服はカラフルなのでお顔はもうベーシックにいきましょうよという考え方がまず1回マックを作ります。ファンデーションです。でもブルーです。目頭のハイライトが特徴って今回書かさせていただいてるんですが、パーッとあの綺麗な二重なのでそこにピッと、はい、入れるとすごいキュッと出ますね。はい、そうですね、かといってまぶたにつけたときにそんなに発色がいいものではないので普段あんまりお化粧し慣れない方でも大丈夫。1個目できました。ちょっとこういうね練り物のパープルが結構出てますのでペンシルです。ブラックです。さっきの赤みを外側にこの鼻球骨のところはいいけど、時の方が綺麗です。いつもと違ってフレッシュなイメージになって、とても新鮮な気持ちになりました。ありがとうございました。